ださいあれYouTube な YouTube じゃあホテルも飲むよね。ロビー。乾杯乾杯。モデルこれ来ますよ。よかったともみだったらドレスコードで引っかかる可能性がある。そうなんですよ。あんなところでパンツ出されたら。そうなんですよ。面目丸つぶれになっちゃう。今大喧嘩してるからね。俺とともみちゃんが二人で来れないんですよ。二人はちょっと一緒には無理なんですよ。とーちゃん。めっちゃ生きれるじゃないですか、これに。これは立ちんぼとかバネロがいいとダメですよ。持ってきたらダメですよ。いいね。今日偉い、頑張って。いい衣装着てるな。小麦のあの短パンじゃダメだよ。いや、あれダメですよ、あいつはもう。寝てましたよ、言ったら。まだ。この子はちゃんと化粧して待っとったけど。まあ、寝とった。それでもまだ一緒にいるんですか。一緒にいるんですけど、もう明日引っ越しですわ、もう。大喧嘩。はい、リラックスで、なんか金取るんですよ。これは5000円とか6000円。ああ、別で。グランデは大体バンコクの全部ついてる。別料金ですよ。高いですか？800バーツ。800バーツか。湯の森500だ。
い怖い。ジムね、いいですね、こんなん見ながら。すごいな、こっちね、これいい感じでしょ。これいいっすね、めちゃめちゃいいやん。ぶーちゃん、すごいな、ちょうどいいじゃないですか。いいっすわ、これすごいな。いいですね。この上の方がなんかスペシャルとかなっていうのはすごいんじゃないですか。これ何回ですか。11回。一応海見えるんですね。ここでおはようございますここでね、あかん、シービューなんやつね。シービューじゃない部屋もあるでしょ。もうこれがカテゴリーが一番下だから、多分あ、でも全部見るんですかね。あ、全部ほら向こう向いてるの。でも十分やと思うんだよ。十分十分。カーテンどこですか。カーテンこれはないですわ。これないんだ。ガラス張りじゃないですか。あ、なんかこれ一番理想的なこのシステム。プーちゃん、プーちゃん、プーちゃん、シャワーのね、シャワー、シャワー、パイシャワーな。おぉ、ともみならすぐやる。ともみならもう真っ裸になります、すぐ。はいはい、全然違いますね、やっぱり。でも部屋そんな広くないですよ。広くはないですね。あらいな、すごい。もうすごい。下のプールがおもろいよ。泡のプール。あ、そんなのあるんだ。俺全然知らなかった。波のね、プールとか泡のプール。うーん。
あれ先のプール屋上でしたね。もう一回。そうですよ、ジムだから。あ、これジムね。この辺にあるんですよ、なんか。さっきのプールがこれジムです。はいはい。でも夜遊び人にはあんまり必要ないね、このホテルは。場所がね、うん、場所がちょっとね、ウォーキングストリートから来るときに、ね、あの乗り合いのソンテムなんか恥ずかしくて乗ってらんないじゃないですか、車に。そうそうそう、元バイだったらいいっしょ、元バイで行ったら結構距離ありますよ、コントラストありますよね。あとアベックか。